はいどうもこんにちは、えー、バンドしようかのお時間です、えー、今日の、えー、バンドの紹介はこちらになりますはいえー、まあとりあえずブランキー・ジェット・シティですかこちらの方に話せてもらいたいと思いますねえっ、ー、と 動画とかまだできないんで説明だけで申し訳ないと思うんですけどとりあえずえっとまあ書いてあるんでえまずブランキーなんですけどえまず1987年の2月に形成しましたでそれから2000年で解散になっております でそのメンバーでは、えー、ボーカルギターの浅井健一通称ベンジーそれからベースの照井さんえこれも照井利彦さんですかねちょっと読めなかったんですけどあとはまあ皆さん調べていただきたいと思ってます照井さんですねドラムが中村達也さんですねもう まあ一応ですねこのバンドのきっかけっていうのは1980年にえ名古屋の方でえベ,ンジのベンジーとテレイザーがそのバンドでやってるうちに辞めて解散してでベンジーが上京するわけですね。 その時に会った友人の友達でえ中村達也さんの方で知り合ってその中村達也さんのえまあユニットバンドの,そのツアーの、まあ、運転手をしていた時に名古屋でえ照井さんと再会したわけなんですそれで照井さんも上京してくるわけですね。 で,ここから年ですかで一応バンド名をどうしようという話になって「ブランキー・ジェット・シティ」という意味を込めたまあ日本語っていうかそういう簡単に言うとまあ空虚な街それか不良たちが集まる架空の場所ですか それからブランキ市長の都市っていう,こう3つあるんですよね調べたらまあ私としてはやっぱりあの雇用が集まる架空の都市っていうのが一番合ってるかなと思うんですよねでまあその後の1990年この時点でイカ天に出るわけですねイカ天で歌った曲がまあイカ天をその時ね ちょうど「ブランキー」の時は見えなかったんですよね地方局だったんでテレビ局がそこでなくなっちゃってて深夜違うのやっててで関東では一貫店やってたんですけどね私がいた時期ではもう終わってましたねそこで玉で終わってました玉で終わってそれでまあ「ブランキー」は見えなかったわけなんですけどね でブランキーでも、まあ、YouTube とかで見たら結構ねえー、っとねまず最初にやった曲がファーストにも入っている「CatwarsDead」っていう曲が1曲目で,でこれも0対5で圧倒的に勝ちましたで2番目に出たのが「Mother」っていう曲これもファーストに入ってますねでこの「Mother」っていう曲が えー、それもまた5対0っていう感じで圧勝で勝ってでその3つ目に「不良少年たちの歌」っていうのをや,、まあ、やりましてそれでもまた圧倒的な価値を収めましてで4回目に「僕の心を取り戻すために」を演奏してそれでもまた圧倒的に勝ってで5周目に「くるっと朝日」これをやって。 ででそれももう圧倒的な勝利でもう全部圧倒的でもう全部これでもうすぐメジャーデビューの方になってしまうわけなんですけどねで。とりあえずあとファーストアルバムをすぐ91年に出すわけなんですけど91年のまあちょっと俺もタイトル忘れちゃったんですけどね。 えー、最初はちょっと英語文字のやつであんま絞るもそれ好きじゃなかったんですよねその2枚目に出た92年次の年に出たバンが好きなんですよねあの黒いジャケットにメンバーが車の中でこういるっていうジャケットなんですけどバンは一番ね その後にもうほとんどライブで演奏するような曲が多いですねこの時期は。でその後の92年の同じようにえまた3枚目のアルバム、えっと、CB ジムっていうのを出すんですけどその前にえっとですねこれがあるんですよ。 これだけじゃ分かりませんよね。見てもらう通りあ逆だこれ自主レーベルで出した「悪い人たち」でこのこれが CM3 枚目のアルバムに入ってるわけなんですけどこのシングルはアレンジが違うんですよ。 アレンジが違ってて、それでなかなか聞けなかったんですよね完璧でで、麻薬っていう言葉がちょっと使えないようでそれでちょっと自主で作ってしまったっていうまあ東京ピストルズっていうまあ自分で作ったところでやってるわけなんですけどねで、その後に、に4枚目の「幸せの鐘」が鳴るたび が発売されてでその95年には「ザ・シックスっていうベストアルバムが出ますね一時期のこれを私も買いましたねでその時にはあのまあまあベストだからって感じで聞いてましたけどねでその後に95年で「ザ・シックスっていうアルバム出すんですけど これなんですよ。このアルバムに悪い人たちの完全版が入ってるわけなんですよ。このこの曲の完全版がそのザシックスに入ってるわけで、それを私も買いました。もう,うーん自主レーベルだからってことで麻薬って言葉もストレンジも全然音楽性違ってたんで。 ここで初めて完璧な曲を聴いたわけなんですよね。でその後にあとにレーベルの移動がありましてね東芝 EMI からポジドールというレコード会社の方に移籍っていうか移籍しましてでそしてその後に出した後が「ハーレム・ジェット」っていうアルバムなんですけどね。でそのハーレム・ジェットの時の。 時はもう解散決まってたようだったんでその前の日の朝日新聞に最高のアルバムができたので「俺たちは解散します」っていう一面の新聞見ました俺も本当に一面で思いっきりこう文字書いてましたからね新聞取っとけばよかったなと思ってましたけどでそれでまあブランキーはこれで解散するわけなんですけど まあ唯一持ってるだけはとりあえず悪い人たちなんですけどねちゃんとシ知らぬナンバーも載ってますねほんと LP もあったんですけどねちょっと売っちゃったんで今だったらかなり価値があるかなと思ったんですけどちょっと生活のために売ってしまって申し訳ないと思ってるんですけど。 ブランキーはねやっぱり初期の方が好きでしたね。赤いタンバリンぐらいまでが結構効いてましたからそっからもう,うんちょっとって感じで、まあ、個性が強すぎるしドラムの中村達也さんはまあその前にスターリンとかいろんなバンドでドラムやってたんでもう細かい演奏からダイナミックな演奏までやってますし。 ベースの照井さんも結構ね、まあ、画面から見て左側ですか出てて結構渋いベースで好きなんです俺ね。でベンジーはもうベンジーギター見ないでただがまっすぐ向かって歌ってるからただもうギターを見ないっていうスタイルがもう作られたのはあの人が最初じゃないかなって思ってるんですけどね。 でそれでまあなんとなくこう2000年に解散したんですけどまた何か最近まあ再活動するんじゃないかなっていう情報は流れてきてますけどまあ自分としてはもう,うんまあこのままで伝説へ残した方がいいんじゃないかなって思っているわけなんですよねえ。というわけで今日はちょっと説明不足も多かったんですけど「ブランキー・ジェット」 ドシティについて話しましまたそれでは次のまたバンドを紹介したいと思ってますので次にまたどうぞチャンネル登録とえ高評価ボタンを押していただけるとありがたいと思ってますので是非よろしくお願いします。それでは失礼します。